さあ、行くとしようか。私の番だな。そっちだ。崩した。こちらに。当たりが良い。俺の番か。今だ。さすがオラウラ、見事だな。はっ。はっ。せん。容赦はせぬ。私の番だな。はい。マイ。任せるがよい。はい。甘い。行くぞ。よし。よし。これで大丈夫だ。はっ。は。いつでも行ける。行くぞ。速攻で決める。俺の番だな。行くぞ。任せるがよい。行くぞ。行くぞ。許さぬ。行くぞ。見ろ。今だ。さすがオラウラ、見事。ここで一区切りか。相手にとって不足はない。はっ。行くぞ。構えろ。防御する。決心。任せるがよい。アルゼンドが死んない。行くぞ。燃えろ。バリアントハーツ。免疫を沈む。みんな大丈夫か。ありがとう、リン。
おかげでこれからも前を向いていられる。新七組、これからも励むがよい。私だけのアルゼイドの剣に誓ってな。
お詫びに三段アイスおごりだからね。え、たまにはいいですね。リーンさんもよかったらどうですか。捜査協力へのお礼というにはささやかですけれど。Thank you.
まんねえな。
かかったか。行くわよ。ステータスアップです。
Thank you.
僕はジョゼット、カパー特急便って運送会社の支店長を務めてるんだ。先月うちの新人がご迷惑をかけちゃったんだって。ありがとう。来るがよい。行くぞ、突撃陣烈火。やっ、まい、俺の番だな。せい、まい、行くぞ。はっ、行くぞ。迷宮シス。さらに勝ち、ガクよ。Thank you.
探索を開始します。これからだ。今回は新しい地形のテストも含まれていまして。なるほど、ここを通るわけか。女子もいるし、はいですか。なんでこんなところを通らなきゃいけないのよ。いや、テストだし。ああ、容赦をしない。やっ、よし、ふん。さてと、やよーし、はい、はっ、いくぞ。俺の番だな。せよーし、はっ、遅い。さてと、やー、敵集団を撃破。先はっ、いつでも行ける。そこだ、チャンスです。やあ、行くぞ。はっ、行くぞ。はっ、行きます。それ、行くわよ。はっ、よし、これで大丈夫ね。せっ、よし、俺の番だから。よし、これで大丈夫だ。うん、宝箱か。せっ、チャンスね。はっ、行くぞ。私の番、そこ。私の番、行くぞ。はっ、行くぞ。せっ、よーし。さてと、はい、はっ、いくぞ。スイッ、よーい、まい、せっ。よし、これで大丈夫だ。
つでも行ける。はっ、チャンスです。はっ、よし。私の軍、敵集団を撃破。先に進みましょう。はっ、手加減抜きで行くわよ。行くわよ。そこまで。そこ、俺の番だ。せっ、私の番。それ、よし。はっ、私の番ね。はっ、まい。はっ、みんな。せっ、はっ、はっ、はっ。さあ、覚悟してもらうぞ。行くぞ。はぁ、行くぞ。アークス駆動。アークス駆動。甘い。よし、そのチャンス。遅い。こい、行くぞ。はっ、敵集団を撃破。先に進みます。いつでも行ける。許すまじ。お宝発見。そこだ。俺の番だな。せっ、私の番ね。逃がせない。さてと、行くぞ。はっ、まい。はっ、よっ、私の基礎で。僕、はっ、見た、マンダールの剣。行くぞ。よし、これで大丈夫だ。はは、
そこだ、うん、チャンスね。行くぞ。そこだ。行くわよ。やあ、崩れた。私の番です。じゃあそこです。早い。行くぞ。見ろ、早く。みんな大丈夫か。ようやく一区切りね。容赦はしない。逃がさない。マイ、ファイヤー。見ろ、早く崩れた。みんな一気に決めるぞ。よかった。僕の番だな。行きます。よし、はい、見たか、マンダールの剣。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータ、制圧します。見ろ、早く。今だ。追撃します。僕の番だな。行くわよ。逃がさない。さてと、僕の番だな。マイ、僕の番だな。行くわよ。さてと、マイ、早く。私の番。やあ、うん、私の番です。僕の番だ。そこだ。いただき、行きます、行きます。私の番ね。遅い。マイ、よし、見たか、マンダールの剣。よし、スイッ。私の番ね。逃がさない。チャンス。おとり。行きます。今です。やり、行くぞ。よーし、そこ。行くぞ。行きます。やー。よし、マイ、スイッ。よし、これで大丈夫だ。
傷しない。ミロク、ハヤテ、行くぞ。ありがとう、僕の番だ。行くぞ、僕の番だ。そこだ、いただけよ。とどめだ。ふふん、今のはドンピシャね。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータス、手強いぞ、気をつけろ。やあ、
僕の番だな。そこだ、立ち壁の陣。行くぞ。ヴァンダールがスピークを取るな。行くぞ。はっ、私の番です。ブリューン勝者、そこです。僕の番だな。ねえ教授、僕の番だな。よし、掴んだ。にぎやかだな。すみません。何、ワコード同士打ち解けて何よりだ。それに教官同士の結束も良きことだろう。どうやら次の演習地はさらに厄介な場所らしいからな。待たせた。あ、ミハイル教官、お帰りなさ。え、君はなんだ。出張ご苦労、ミハイル主任、そして殿下、ようこそおいでくださいました。いえ、突然の訪問、もしトールズ士官学院本校所属、この度は士官学生としてではなく皇族アルノール家の人間として状況説明に参上しました。Thank you.
リンさん。そうですね、昨年末の北方戦役の殊勲式は不在で申し訳ありませんでした。アルフィンから話を聞いて悔しい思いをしたものです。リンさん、よかったら少し時間をいただけますか。これまでのこと、これからのこと、いろいろ話したいことがあるんです。あの時のことは今もはっきり覚えています。グレンの魔王と一体となり暴走してしまったこと、そして青の鬼神の胸を貫いてしまった時のことも。火炎鋼の協力者とはいえ二人は力を尽くしてくれました。特にクロウさんは命がけであなたの道を切り開き、その結果クロウさんは悔やんでいたんです。あの時僕に力があれば、何者にも屈することのない揺るぎない力があれば、開炎鋼に利用されず魔王に取り込まれることもなかっただろうにと。殿下。ですが今年僕は改めてトールズに入学しました。真に国家の礎たる人材を育成するため生まれ変わった本鋼に。これでも首席で合格したんですよ。それは素晴らしいですね。両陛下やオリバルト殿下、アルフィン殿下も鼻が高いでしょう。いえ、まだまだです。もっともっと強くならなければ、僕の弱さのせいで傷つく人を。ああそうだ、そのためにも僕は。殿下。ですから次の特別演習が終わったら本校に移ってもらえませんか。え、第二分校は悪くない環境ですが、それでも本校の二軍でしかない。今年の本校は前途有望な候補生も多く、設備や教官陣もはるかに充実しています。若き英雄たる灰色の騎士が指導するならどちらがふさわしいか議論するまでもないでしょ。それはできません。え、自分には新たな7組をはじめ分校生全員を指導する役目があります。まだ着任して2ヶ月足らず、放り出すわけにはいきません。ですから申し訳ありません。皇太子の頼みであってもですか。恐れながら陛下の勅命であっても言えなければ、例えばこちらの指導の合間に本校の指導をしに行く、そんな形ならばお引き受けしますが。納得できませんね。で、殿下。クルト、ユーナにアルティナまで。やあクルト、久しぶりだね。え、半年ぶりか。会えて嬉しいよ。でもまさか君が第二分校なんかに入ってしまうなんてね。殿下、本当に殿下なのですよね。結構背が伸びたから驚くのも無理はないか。まあ
君の方は君の方で大変だったみたいだからね。長きにわたる皇族守護職からのバンダール家の解任、ショックだったのはわかるが、だからといって本校への入学を辞退することなどなかったんだ。ちょうどいい。君もリーンさんと共に本校に移ってくるといい。そして望み通り、僕の護衛を務めながら切磋琢磨してほしい。政府の決定ごとき僕の一存でどうとでもできるからね。ちょっと君、何様のつもり？なんか似た制服を着てるけど関係者なわけ？いや、ユーラ、トールズ本校の制服ですね。こちらの方はセドリック・ライゼ・アルノール、ヘレボニア帝国の皇太子殿下であらせられます。え僕の顔を知らないとは。外国人か属州民なのかな。クロウサギのお嬢さんも久しぶりだ。君の話はレクター少佐やルーファス卿から聞いているよ。まあリーンさんが本校に移ったら君が移ることも認めてあげよう。はあ、本校に移るって何それ。返事は後日、改めて聞かせてもらいましょう。いい返事を期待していますよ。